ットギルアのアンサイクロペディア、トットギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはベーゼ。念能力はインスタントラバー、ミュージックハンター。心音から心理状態を読み取るぜ。天空闘技場の実況女性アナウンサーだよ。ご一聴覚の持ち主なんだね。今日ご紹介するのはサダソ。ギドリールベルトとともに200回で洗礼を受けた連中の一人だね。見えない左腕はヤツの面だね。そうだ、ああいつも試合を実況してるやつか。信玄流剣法の師範代。俺のチョコ食べた。今日ご紹介、かなりの念の使い手みたいだな。あ、ねえキルア、お返するのはゴン。俺、ゴンはハンター試験の時に出会った俺の初めての友達。心音から心理状態を読み取るぜ。くるくる変わる表情と何考えてんだかわからないところが気があるように思わせて。五根拳の使い手。念によって作り出された分身ダブルは厄介だぜ。このダブルによって完成したのは真の五根拳。五根神拳。闘技場にコッコちゃん何人いるのかな。そりゃお前一人だ。